加藤線は、長野県公職市の八代駅から、同県須坂市の須坂駅、同県中野市の新州中野駅を経由して、同県飯山市の木島駅までを結んでいた、長野電鉄の鉄道路線である。このうち木島線の通称で呼ばれていた新州、中野駅から木島駅までが2002年4月1日に廃止された。これを受けて、同年9月18日に、 路線名称が変更され、八代駅から須坂駅までは通称であった、八代線が正式名称となり、須坂駅から新州中野駅までは、新州中野駅から湯田中駅までの山の内線とともに、長野線の一部となったが、八代線も2012年4月1日に廃止された。八代須坂間については、長野電鉄八代線。 現存区間の須坂新州中野間については、長野電鉄長野線も参照のこと。新州中野木島間の木島線は、1993年から2002年の廃止までは、同区間を折り返し列車のみで、約60分ごとのワンマンによる運転を行っていた。かつては、長野線長野駅から直通列車があり、さらには、有料特急として、特急、野沢も、 一日一往復設定されていた。1962年から1982年まで、上野駅発着の国鉄急行、滋賀などの一部車両が、八代駅から湯田中駅まで乗り入れた。1963年2月から3月には、名古屋駅発着の国鉄や高準急、安住が、長野駅経由で、木島駅及び湯田中駅まで乗り入れている。なお、 鉄道溶欄による起点は、八代駅だったが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、須坂駅から八代駅、木島駅へ向かう列車が下りで、列車番号が、奇数、八代駅、木島駅から須坂駅へ向かう列車が上りで、列車番号が偶数となっていた。名前の通り線曲がり川東岸を走る加藤線は、全線が加藤鉄道により建設された。 加藤線の計画はもともと1919年に小諸小海間を開通させた作鉄道のもので、最終的には甲府、名越、長岡間を結ぶという壮大なものだった。1920年に作鉄道の出資で加藤鉄道が設立され、八代須坂間の鉄道不設免許を作鉄道から譲り受けた。1925年に須坂木島間が開業し、 翌年には早くも電化されている。加藤鉄道創業時は、新潟県の十日町まで建設する計画で、実際に、鉄道敷設免許申請も行われた。1952年頃にも再び、木島駅から野沢温泉に近い飯山市、関沢までの延伸計画が持ち上がったが、敷設予定地地権者の反対や、この地域が豪雪地帯であることなどから計画は進まず、 鉄道不設免許は1963年に取り下げられている。木島駅からは野沢温泉へのバスが接続し、前述の通り1993年頃までは長野線長野駅から木島駅までの直通列車も運転され、野沢温泉へのルートの一つとして賑わった時期もあったが、モータリゼーションの進行や近隣を走る JR、飯山線との競合で、 新州中野木島間は乗客が減少。2002年3月31日を最後に同区間が廃止され、超電バス中野木島線に代替された。シカゴ駅から柳沢駅の区間の線路実機の一部は、北陸新幹線を延伸による線路不設により分断される県道414号の代替道路赤岩バイパスとして転用された。 八代線となった八代須坂間も2012年3月31日、限りで廃止された。今尾啓介、原武氏、日本鉄道旅行歴史地図帳六号北新越、全線全駅全有等列車新庁舎、2010年、57ページ。ISBN 978から41億790万401。鉄道免許上カ付。 漢方1920年5月4日エビ、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、日本全国諸外社役員6。第29回、鉄道場と、漢方1920年9月7日、鉄道免許上下付、漢方1921年5月27日、地方鉄道運輸開始。 漢方1922年6月14日、長野電鉄60年の歩み195ページ。漢方では3月25日、地方鉄道駅名解消。漢方1923年3月8日、地方鉄道運輸開始。漢方1923年4月5日、地方鉄道駅設置。漢方1926年3月6日、杉崎県一 長野電鉄加藤線新線切り替え、鉄道ピクトリアル第506号、1989年1月123ページ。地域の足最前線21長野電鉄。交通新聞、P4 長野電鉄加藤線一部休止を許可運輸省。交通新聞、ありがとうございます。